どうも皆さん、グリです。そして共鳴。はい、どうも。はい、ということであなた、はい、誰ですか。共鳴。はい、今回はね、はい、チョメさんに来ていただきました。どうも。チョメさんのね、視点が見たい方はチョメの個人チャンネルに上がってるので、そちらで、見てもらってお願いします。Welcome! Yeah! 前置きが長いね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。今回はね。はいはいはい。まあ、暗いね。暗いね。ホラーマップを、やりたいと思います。やだよ。今回やるマップはですね、逆さま世界。っていう、ホラーマップです。逆さま世界。はい。なんかどっかの誰かさんはめちゃめちゃホラーマップをやるの嫌がってたっぽいですけど、誰だろうね。ね、誰、本当に誰。あなただよ。え、まあ、いやいや、お兄さんに連れて来られたわけですけども。いやいや、いやいや、いやいやですか。いやいやですか。いや、ああ、わあ、楽しみだな。兄さん、早速始めようね。はい。このマップを遊んだことにより、プレイヤー様方の、不仲になっても、私は一切の責任を負いかねます。おもろいな。アイテムを特定の場所に入れて、はい、了解です。なんかバグってるぞ。右のページ。始まってんな。あ。これは、何かの伏線になるかもしれないですね。もう雰囲気が出ちゃってますけども。では。行きましょうか。はい。おっしゃっていいですか？いいですよ。わかりました。それでは、ホラーの世界へ、ファンタジー。ファンタジー。ファンタジー。おい。ドゥルルルペン。逆さの世界。すごい。ちょめちょめって書いてあるよ。え？え？逆さの世界の上、バツが5つあったでしょ。あれ、ちょめって意味だから。あ、そういうこと？そう、ちょめちょめですから。さあ、一気に心拍数が増してきましたね。うん、一の部屋。一の部屋。なんかこれ、撮影前に、このグール兄さんに、これどんな、あれ、感じなのって言われたら、なんかこう、急にバッて出てくる感じみたいな言われたんで、ちょっとここでね、一回、ワンクッションということで、本当に心臓悪い方はブラウザバック。そうだね。かもしれないですね。一応テロップには貼っとく。さあ、矢印の通り、じゃあとりあえず、どっちから行く？これどっちも視点だからな。うわぁ、どうする。それだけ、いや、ちょっと俺だけ欲しいけど、お兄さんにあげるよ。これなぞっていった方がいい感じかな。2の部屋。なるほど。でもこれ鉄だから開かないもんね。わぁ、誰かの生首。大将の首取ったったわ。あぁ、ナイスだわ。待って、兄さん消えた。あ、いたいた。はいはい。はいはい。これひっついていかないとダメだね。え、クリーパーじゃん。逆さ、え？あ、逆さに釣られてるよ。え、クリーパーに見えた。私の首。私の首、首。これですね。俺が持ってるやつですね、これ。くださいって。何？欲しいの？ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。おお、で、これで、あ、わー、すごい。これで鍵がゲットということで。じゃあ、私、いただく。くるお、あ、
死んでる。お前はもう死んでいる。死んでいる。何？キキキキキキキドキャ。ということでね。行きましょうか。はい、行きましょうか。あ、開いた。はい。じゃあ、あ。おー。埋めるな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 。デルデンデルデンデルデンデンデンデルデンデル。あ、てててて。あ、これあれだ。あ、埋めちゃった。バカやろう。あ、これ埋めろっていうふうにね。なんか落としない。てち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 。これももしかして埋めれるパティのやつ。なんかはしご登ってる落としない、なんか。はしご？はしごの音なのこれ。わかんない。これとりあえず全部埋めよう。あ、埋まったね。あ、埋まってない。はい。はい。あ？はい。あ、こっちある。あ、やり直す。え、なにこれ。兄さんなんかやり直せるよ。やり直せる？ほんとだ。あ、わかった。なになに？これ上のやつだ。上のやつ。え、だだだだ？ってこと？ちょっと待って、一回上に行こう。はい。はい。おそらくね、これだと思う。あ、あ、なるほど。え、むず。覚えれるし、これ。3、1、2、3、4、5、6、7、6でしょ？あ、それかさ、兄さん。せっかく二つの視点があるんだから、上役と下役やらん。ああ、じゃあそうするか。そうするか。どっちやる？じゃあ俺ここにいるわ。オッケー。じゃあ私下行くね。頭切れる。でしょ？天才だからよろしく。え、で？今とりあえずピンクのところにいます。左がないです。あ、まったく俺、伝え方ミスったのこれ。オッケー、じゃあやり直すべ。やり直すべ。じゃあ、ちょっと待ってな。さっきのゴールらしき場所に向かってやり直すんで。落ち。あ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。びっくりした。ふざけんな、もう一回、もう一回押してくるわ。めっちゃびっくりしたんだけど。いや、彼は面白い。いきなりだってさ、うん。チョメの顔がドーンって出てきたんだよ。じゃあ。はい。いくよ。はい。はい。前に3マス。ワン、ツー、スリー。はい。1、2、3。4マスしか進めません。え？え？交代しよう。オッケー。ちょっと、わー、びっくりした。あ、じゃあやり直す押してもらっていい？1、2、3、4、ほんとだ。でしょ？ 1、2、3、1、2、3。あ！ん？でもピッ、ああ、だよね。いや、待って、これさ、逆説あるなるほど。ないわ。え？だ矢印がそっちからだから。ああ。え、ワンちゃん、え、だって逆さま世界でしょ？あ、そういうこと？歩くね。ワンチャン、ありよりのあり。そう、ありよりのありえっていいっすよ。どうする？役割交代したままにする？どうする？じゃあ、あっちから、あ、2の部屋から行ってみるか。そう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 。え、今日私、いいかもしれない。珍しく。え、許せ。じゃあ行くよ。はい、あ。今、ピンクのとこに立ってる。うん、立ってる。で、まず1マスだけ進んで。はい。はい、何も起こらない。あ、待って。逆さまってそういう逆さまじゃないかもしれん。もしかしたら左右も逆転。え、もうわかんない。逆さまっていろいろあるじゃん。多分間違ってるかな、これ。それガチャー。ほんまごめんや。一回俺やってみていい？わかった。じゃあ今度は、逆で
こう、あの、1から2に行くね、私。いや、2から1でお願い。あ、はい、わかった。わかりやした。じゃあ、はい、行きますね。で、左1。ほら。1。あれ？何したの、あんた。ギシ。多分あの動画見てもらえばわかると思う。こういうのいいね、足して。音を。何？出すな。立てて、立てて。何？おえ、ガチャ。は、ガチャリ。何これ？すり抜け要素あり。え？上がった、兄さん。上がった、上がった。はいはいはい。はい。で、多分これで、クリア2の部屋が、はい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 、行けるようになってる。すごい。はい。うわ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。ちょめちょめがいる。首だけ。何？何？まわるの。何？まわれ。まわれ、やれかざく、うわぁ、やば。あ、取っちゃダメだよ。取らないよ、雰囲気がね。いない部屋に、目。目、目、目、目。目、目、目ですね。ああ、じゃあお願い。そうね。うわぁ。ここにも。なんもない。もしかしてこれ、覚え芸説？ここは、体と、かまどがある。で、後ろにひとます。なんだこれは。あ、いない部屋にってそういうことか。わかったぞ。ちょっとね、今ね、トメがね、なんか親フラ中らしいんで、しばし待ちます。つら、はい、カラスが去りました。ね、もう大嵐ですよ。ね、謎が解けました。お、私のいないところで。はい。いや、まあ、まだやってないから。はいはい、はい。まず、ここにさ、鎧いたじゃん、うん。ここに目が入ってたじゃん。いない部屋にっていうのは、多分、この鎧がいない場所にこの目を置くんだと思う。あ、そう、かまどにってこと？そういうこと。天才か。ここは、まずいないから。おらへん。一個、置くと。ちょっと待って、ポーズ？あ、ポーズ違うわ。え、それかさ、あれ、あいつと同じポーズのやつがいない部屋とかじゃなくて。そいつがいないんだよ。そのポーズのやつが。じゃあ、全部の部屋に入れろってこと？いない、待って、逆さまだからこれいるところに入れるってこと？うわ、してやられたわ。そういうこと？説濃厚。で、これを最後に。はめてもらって。おー！わー、なんかまがまがしい。気持ち悪い、気持ち悪い。よう、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 よう。首が、あ。あ、お兄さんの首が。ガチャリ。お！三の鍵。じゃ、とりあえず三番探す。三の鍵ってどこだったっけ？へぇ？そもそもまだ見てなくない？ロール。三、死の鍵三回、三回じゃねえわ。あった、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 あった。お兄さん、お兄さん。あ、いた、いた、いた。こっちです。ガチャリンコ。ガチャリンコ。はい、行きましょう。おいっす。何々が来る？ちょめちょめが来る？ちょめちょめ、私？お前から逃げるゲーム。捕まってるよ、そうしたら君。死んでるわ、俺。逃げるなって書いて。待って。ん？逃げるなって、まあ逃げろってことでしょ、逆さまだから。どっち？早く逃げないとって言ってて、逃げるな。どっち？なるへそ。あ？うっ！ああ。なに、もう一回。どこかの部屋に。
どこかの部屋に、何？戻ってきたところさ、え、待って、わからん。あ？あ？何？気づいてない奴がいる。バカじゃん。あ？ちょっと、なんかやばいとこ来たかもしんない、今。何？ゴールかも。よしはい。何？新天地来たわ。新天地。あ、え、行ってみていい？いいよ。はい。おぉ爆発しそうだか。ちょ、右耳うるさい、右耳うるさい。離れて。はい。え？開かない。も、う、お、い、つ、か、れ、た。え？え？何？見つけたー。何？何？あ、進んだっぽい。どういうこと？あ？下がむごいですけど。なにボタンがある。え、いい？あ。え？え？え？待ってな！あ、追いつかれたからってこと？ちょっと読んでみますか。え、何も書かれてへん。いや、最後のページに何か書いてあるタイプじゃなかった。なんとかは、なんとかにました。あなたは何々が死んだことをまだ知りません。え？え？謎なんだけど。ない、え、そういうこと、なんとかは死にましたって何？わあ。え？屁こいた？こいてないよ。うわばば。大きい棚。あれ？開かない。ゲスゲス。あ、もう一個あった。押します。はい。まっつい。音楽を逆再生します。はい。は？私はここです。助けてください。お願いです。音楽流れてる？流れてない。これをあなたが聞いたときには、私はいないでしょう。よくあるやつ。ねえ。なぜならこれは、私の思い出です。はい。一番悲しかった思い出です。はい。聞いてくれてありがとう。聞いてくれてありがとう。助けて。助けて。待って、なんか点滅の速度遅くなってない？なんかマジ今そう気のせいかな。あなたの後ろに。え、やめて。貞子メリーさんじゃなくて。あ、そうだ、メリーさんだ。え、待って、嘘やめて、待って、これ一番怖いんだけど。オートか。待って、口押さえるかも。いいよ。なんかいる。あら、こんにちは。こんちくわっす。くるくるヒューメン。ねえ。ねえ。うわぁ。何？え、ちょっと文字が入りきってない。フレイング。半球になってる。すご。わぁ。はい。雰囲気メインのマップとなりましたが、いかがだったでしょうか。うん。逆さまがテーマということで、矢印が逆だったり、いない、逃げるな等の指示が逆さになっていました。本当は出てくる分も逆さまにする予定でしたが、はちゃめちゃに見にくかったのでやめました。結末が一つだと最初に念を押したのは、ご覧の通り強制バッドエンドだったからでした。
あ、合ってたんです、じゃあ。最初にお話ししたこのマップの元になっている曲というのは、ボカロ P である、マチゲリータ P 様による、初音ミクのお母さんというホラー曲でした。ほー。やばい、知らない。わかんない。後で聞いてみよう。この曲は逆再生をすると違う歌詞が出てくるようになっています。ホラーマップを作るなら参考にしたいなと思っていたのもあって、今作で実現できて満足でした。気になった方はぜひ、聞きに行ってみてくださいね。はい。では、また次回作でお会いしましょう。らしいです。じゃあ、今回はここら辺で締めるということで。はい、何でしょう。ロゴ撮影場所に行けるらしいよ。なるほど。ちょっと。ファンタジー！逆さま世界。あ、なんか待って、後ろに見えちゃいけねえもん見えてる。あ、おー。こうやって。努力の束物だ。はい、今回はね、逆さま世界っていうホラーマップを、はい。やりました。はい、やりました。どうだったでしょうか。どうだったでしょうか、皆様。普通にビビり散らかしました、うん、私は。私はあれですね。ドキッとしたけど、メインはお兄さんのリアクションを面白がって見てました。今回。なんか、想像と違ったわ、なんか。そうね。うん。もともとね、俺一応ホラー苦手ではあるけど、うんうんうん、やりたい人なの。うん。そうね。まあ、なんか言ってしまったらあれだけど、ド M 発言みたいな感じ。ちょっとド M なのよ。そういう部分に関しては。そうね。チョメもまあ怖がりっていうことを聞いたからまあやるしかないじゃん。絶叫じゃなし。そうそう。最初あれだよね。なんかこう、普通に遊びでやろうぜみたいに言ってたら。そうそう、オフでやろうぜっていう。なんで撮影でもないのにこんな、やれよって言ったら、ね、撮影するみたいな流れになって。そう。結果結構面白いやつだったから、よかったですね。うん、結構やって。そうですね。はい。まあ、一応念押しで言っときますけど、チョメの視点が見たい方は、チョメのチャンネルを概要欄に貼っておくんで、そちらから見に行ってください。はい。じゃあ、こちらもね、逆で、グール兄さんの視点が見たいという方は、URL を説明欄に貼っておきますので、ぜひ、見てくださいね。はい。はい。じゃあ、というわけで、本日は、ここまでで終わりということで。はい。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。OK。じゃあ、また、次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。Yeah.